さあ、早速ですね、はい、BRZ86、グリーンカップというこのレースなんですけども、はい、どういったこのレースなんでしょうか。このレース自体は、はい、グリーンという言葉がついてるんですけども、はいはい、実はこれ、はい、レースって普通はこう速さだけをこう競うものなんですけども、はい、これ速さだけじゃなくて、はい、実は燃費も関係してるんですよ。燃費と何周ここを回ることができたかというところと、うん、あとは着順です。何位でゴールができましたかという、その3つをポイントでそれぞれ合わせて総合でポイントがついて何位になりますっていうのが決まるレースなんです。ということは いくら速く走ってもガソリンがいっぱい減ってちゃダメなんだ。そうなんです。駆け引きがまた面白いレースなんですよ。なるほど。大体何台ぐらいエントリーしてるんですか。今回は45台。はい、あまり知りません。はい、すいません、はい、ドライバーの西脇さん入りましょう。ね、チームバレンティでよかったですかね。はい、チームバレンティでね、はい、なんか聞くところによると、オーナーの H さんも乗るっていう感じの日ですね。はい、あの、ね、H その社長が乗ってる車抜いていかないでしょ、みんな。さすがにないと思いますよ。社長が乗ってる車走ってたらないと思いますよ。この人だと思いますけど、この人だと思いますけど、あなた抜かないようにね。今回ここの富士スピードウェイってコースは、はい、基準タイムが設けられておりまして、はい、2分30秒よりも速く走ってはいけないというルールがついております。でそれより速く走ってしまうと1周分のカウントがなくなってしまうと、うん、あらあら、はい、大体こうなんか人間レースやってると追い越されるとこうあって腹立つんで、やっぱり踏んじゃうと思うんですけど、そこはなんとか抑えて、はい、今もうこちらねバレンジさんの方にそうです受験ナンバー2番が返ってきました。今回2台出場させていただくんですけど、2台エントリーということですね。はい、ゼッケンは2番とあと1番で1番ね、1番の方にあの社長さんが乗られるんですか。そうでございます。あ、そうですか。そうでございます。あの1番みたいなの抜かないようにねお願いしますね、お願いしますね。なんちゅうレースですか。本当ごめんなさい悪口でもない。後ろの方ほっときましょう。後ろ向きの人が、あのさ、本当ごめんなさい、草レース悪いけどお金かかってんだろうけど草レースこんな感じなんですよ。僕も、まあ、長年この車の番組やってますけどね、こんなゆるいレース初めてですね。ね、皆さんのやるぞ、おー、いいですか。あ、行きましょうか。いきますよ、せーの。ダメだこりゃ、ダメだ。7月中旬、富士スピードウェイで行われたモータースポーツを楽しむイベント、モーターゲームス。その中で行われた 86BRZ グリーンカップ、番組ではチームバレンティを取材しましたよ。練習走行行きますか。今から、はい、決勝なので、はい、グリッドに決勝に いいですかこれで、はい、オッケーですね。長袖長ズボン、はい、オッケーオッケーです。でグローブオッケー、はい、オッケーです。さあ、いよいよレースが始まります。各チームの第一ドライバーがコースに入っていきます。どんなレースを見せてくれるのでしょうか。さあ、各社ですね、スタートグリッドに並びましたね。このゼッケン1番と2番がバレンティの車ということでね、これが今からスタートなんですけどもね、普通の、スタートだと今頃空振りしてボーンボーンボーンって静かだな、おい、なんか、嵐の前の静けさ、わかんないけどね。おー、エンジンかかりました。あれ、レースがスタートしました。 86BRZ 限定90分間のレース、バレンティチーム頑張れ。夜の19号線でももうちょっとうるさいぞ。うん、静かだね。なんか着順、周回数、そして燃費をポイント化し順位を決定する新感覚頭脳レース。スタート時の燃料搭載量は自由ですが、レース中の給油は禁止、ガス欠イコールすぐ失格という変わったレース。まもなく2周目のメインストレートです。まもなくこのストレート、メインストレートに差し掛かりますけど、え、お、1番が、あれ8番、あれ
あ、1番分かれた、2位だ今。あ、5位。静かだね。第2チームはいきなり6位に転落。大丈夫でしょうか。計算しながら走ってるのね。でも結構みんな冷静に走ってるのよ、ね。まあ、よっぽどこのどうですか、5レースで事故ってないんじゃないですか。ないです。コースアウトもないでしょ。ないです。攻めないからね。攻めたらおかしいことあるから。俺のレース歴はあるんですか。レース歴はございません。全然、はい、全然ないです。ライセンスを持ってません。ぬるいチームだね。ぬるいですね。ぬるいです。普段はバレンティで何をされてるのか。普段はバレンティで商品を開発してます、はい、商品開発さんの。商品開発、はいはい。普段そんな運転はもう通勤ぐらい。そうですね、通勤で。あ、誰でも出れるタイプなんですね。そうです。今日はドライバー、ドライバーです、ね。はい、1人2役、ね、燃費係、はい、で一番燃費ある人はあの社長らしいです。ちょっと熱くなっちゃうらしいですね。2号車の第2走者、お名前は。川澄です。川澄さんは普段もバレンティで何をされてる方なんですか。開発家です。開発家ですか。今日はドライバーということで。今日はドライバー、ね、開発家、はい、商品の開発家ですよね、はい、無事に、まあ、LED の開発とか、はい、そういうライトの開発をされてる方ですね、はいはい、緊張します。緊張しますね。本当ですか。はい、やめてくださいよ。このレース初の全損事故とか。やめてくださいよ、そんなの見たくないですよ。そういう冗談として、はい、燃費とそれから十分気をつけて、はいはい、頑張ってください、はい、頑張ります。レース開始からおよそ20分、ここで1回目のドライバー交代です。交代ですね。ドライバー交代、小野木さんに交代ということでね、はい、一応急いでやってみるみたいですね、うん、はいはいはい、あ、なんかこれ止まらなきゃいけないのか。黄色い旗がなんか出てますけど、蛍光色の。あそこで一度止まってからの何か、あそこでドア開けて何か、何でしょうね。気をつけて行ってねって言ったんじゃないの。気をつけて行ってねって閉めて、そんなようにね、口元が。どうでしたか。暑いっす。暑い。エアコンもつけないの。エアコンつけちゃうと、燃費が悪くなるんだ。燃費悪化しちゃうので。みんなエアコン切ってんだ。おそらくうちのチームはとりあえず切らせてます。あ、感触はどうでしたか。はい、いかに減速しないように曲がるっていうところが結構課題になって。あー、ノーブレーキでいくのがベストなのかな。ブレーキで突っ込みたいところなんですけど、やっぱ車の挙動があったりするので。うまくいったんですか。いや、そこ頑張りました。あれはバレンティーではどういう趣味なので、部署に。はい、僕は普段は広報の仕事をやります。広報で、はい、今日はドライバーということでね。はい、今日はドライバーです。なるほど。そして2号車がね、はい、車一周余分に走ってきましたけどね。その辺をちょっとね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、そして2号車のドライバーの先ほどね、変わります。どうでした。リッター9でした。リッター9、はい、出るんだ。はい、それは良い方。ちょっとコースによって、うん、なので広いコースの方だと2桁いった方がやっぱり。ああ、そうなの。もうちょっとと。もうちょっとですね。やっぱブレーキには気を使いましたか。そうですね、アクセル本当に踏まない、できるだけ踏まない。踏まないように。ああ、次は2桁目指して、はい、はい、期待しております。はい、頑張ります。なんとか変な会話ですね、レースで。リッターいくつだったとか言ってね。レースは順調に進み、第2チームは総合3位の位置に復帰。しかし第1チームは順位を落とし、11位のポジションにまで転落。これは燃費を稼ぐ作戦なのでしょうか。そして第3走者へと交代です。さあ、第3走者に変わります、ね、こんなにジェットヘルが似合う人は初めてですね。こんなにジェットヘルが似合う、ね、いやー、しかし緩いレース。こっちも第3走者いましたね。はい、いやー、緊張感一切ない。いつもバレンティの中ではどういう部署で働かれる。開発課にいます。開発課で、今日は、レースは
何回目ですか？人生で2回目です。人生2回目、ね、やっぱ緊張しますか？緊張します ねやっぱ燃費よく、そしてタイムを速く走らすぎず遅からずということですね。ね、頑張ってください。ありがとうございます。第3走者も無事に戻ってきました。来たよ、来たよ。君、準備が遅いよ、君。君何早く行きたまえ。時間がや、時間が。ちょっとカットなっちゃいました。いくつでした燃費？燃費ね、言わない方がいいと思いますけど、7.9 までいった。悪すぎでしょそれ。4台抜いちゃいました。4台抜いた。そういうレースじゃありません。燃費のレースです。こんなに順位上げちゃっても抜きゃいいってもんじゃない。ルールが違うっつうの。チームプレー台無し。チームプレー台無し。チームプレー台無し。頼むよ。どうだったの？どうでした？燃費は？燃費は 8.4 から 8.3 にちょっと上げたね。あの暑さと燃費とタイムと2号車がね、はい、あの1号車の第3走者の人がね、はい、7点いくつだったとか言ってました。4台抜いたとか言ってましたけど、最初楽しかったんですけど、はい、なんか途中からすごい勢いで火がついた。追いつこうにもちょっと燃費があったんで、はい、追いつけなかった。なんていう、違うレース出た方がいいっつうの。だから違うレースに。さあ後半どうなるんでしょうか。86 BRZ グリーンカップ、チーム一丸となりマシンをつないできたチームバレンティ、レースはいよいよ終盤を迎えます。はい、ただいまですね、おごそかにレースが終わりました。終わりました、ご愁傷様です。今帰ってきますんで迎えを打ちましょう、はい、90分間の走行を終えたドライバーたちが集まる中、表彰式が始まりました。さあチームバレンティは入賞することができたのでしょうか。モーターゲームズ 86BRZ グリーンカップ第5位は86開発チーム、おめでとうございます。どうぞセクホエ。まだまだ呼ばれ、表彰台5位はまだまだ、まあまあ、あの3つのね、どれかに、はい、ちょっとここはね登れないので。第4位、おっ、まだカーナンバーは2、バレーティーニ5号、はい、おめでとうございます。中途半端、その次は中途半端、中途半端だ、まあ早いよ。見事バレンティ第2チームが4位入賞を獲得。第1チームは残念ながら入賞を逃してしまいました。見事やりました。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。見事ね4位ということで、ね、15台中4位ということでね、まあ表彰台には届かなかったけども、まあこの日はもらえたというところで、よしとしましょう。おめでとうございます。そしてあの1号車の方はですね、どの人とは言いませんけど、第3走者の人が非常に燃費悪かったと、でごぼう抜きして4台も抜いたっていう噂があります。15台中10位です。はい、はい、2つのチーム総合を私言わせてもらっていいですか。中途半端な中途半端なバレンティー頑張れよ。楽しんでました。楽しんでますよ。さあ、今週もですね、視聴者の皆さんのために、プレゼントコーナーやってまいりました。このブリッドさん、愛知県は東海市にあるメーカーさんだったんですね。見てください、これ全部ブリッドのメーカーでね、これ座ってみてね、ね、その気になりますね。今週の視聴者プレゼント。え、これダメ。
ね、ああいましたいましたいましたね、もう素になってましたけど、こうやってね、はい、どうぞ前に前にね、ブリットのメーカーさん、お名前を。はい、ブリットの高瀬誠二と言います。あ、高瀬さん。高瀬さんもやっぱり名古屋の方ですか。はい、そうです。あ、なるほど。東海市はま東海市はあの出勤で来てる感じです。なるほどね。特に人気ある方はどんな、最近。そうですね、用途用途ありますよね。ええ、あの一般の方がよく受けるのは、はい、このタイプのシートでして、はい、これがユーロスター2という製品なんですけれど、はい、まあ、これなんか4点式のシートベルトが通るようになってますよね。そうですね、あの、はい、ブリット製品は全て首筋の、はい、あのホールド、ベルトホール、はい、穴は開いてます。これ革ですよね。これは革です。はい、こういった同じこの隣にあるようなあのバックスキン、バックスキン、バックスキンの、まあ、値段が入りますね。値段はあのもう少し抑えた形で、はい、あの設定はあります。はい、というわけであのね、視聴者プレゼント、はい、よろしいですか。ありがとうございます。おあのスタッフも着てるものなんですけど、さすがブリット。この私が今着てる、ね、着てるこの T シャツね、ブリット。この後ろから激椅子って書いてます、ね、激椅子。これ、ね、あのサイズが6サイズあるので各体型の方に合わせて誰でも来い。ね、はい、いいんですか。大丈夫です、持ってください。結構体でかい人間がうち多いんですけれど、はい、そういったものがパワフルにいつも来てやってますので。はい、わ、はい、かりました。ブリットさんからね、6枚ねサイズ、各サイズいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。